米作りは郡山市の社団法人とアーティストの手越裕也さんが子どもたちに農業の楽しさを知ってもらおうと一昨年から始めました。今日は県内の子どもたちおよそ100人が招待され、地元の農家から手ほどきを受けて手越さんと一緒に苗を丁寧に植えていきました。食べることだったりいろんなことがなんか一つ一つなんか細かいことを感謝できるようになったりとかもすると思うので、楽しさの中からそういうものを学んでくれたらいいなと思いますね。今日田植えをした米は10月上旬に収穫された後、インターネットなどで販売される予定で、売り上げは子どもや農業の支援に充てられます。